で落ち着かせています。ゴールの前だ、ヘディング叩きつけた、2点。山本からのクロス、最後は福田のヘディング。夢をお届けプロジェクトということで、今回ですね16節、富山戦、17節福島戦のゴールを決めた方々に来ていただいて、ゴールの振り返り、そしてダーツを投げていただいて、小学校の行き先決めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、お二方来ていただいてるんですけど、さあ誰でしょうか。まずお一方目は17節、福島戦でゴールを決めてくれました、ロメロ・フランク選手です。はいロメロ・フランク選手、素晴らしいゴールでしたね。そして17節、同じく17節福島戦ゴールを決めた中原選手、来ていただきました。ありがとうございます。仲いいんですか、お二人は。めっちゃ仲いいです、はい、今日ご飯行きます。あ、そうなんです、本当に。この後ご飯行きます、はい、すぐ。あ、じゃあ仲いいということで、よかった。ロメさんがなんか中原選手出てきたら顔が引きずってたからちょっと気まずいな、こいつみたいな感じ。それはでもアシストしないです。間違いない。あ、そうか、そうか、そうだよね、関係性から生まれたゴールということで。さあ、そんなゴールをちょっと振り返っていこうと思うんですけれども、まずはロメロ選手、はい、ね、木村選手がちょっと一瞬顔を歪めましたけどそうですね、なんか奪った形みたいになっていや、そんなことないですよ。やっぱり前向きで勢いある選手が打った方が ね、あの確率も高いですから、あのゴールちょっと振り返ってもらおうと思うんですけど、はい、そうですね、スローインの形から、まあ、自分がこうボール来た時に、まあ、相手3人ぐらい囲まれて、で3対1でしたもんね。そうですね、で誰かフリーになるんでまあ、ユージがフリーで落として、そのなんかうまくかわして、確かにかわした後になんかちょっと多分大きくなっちゃったね、キックフェイントがちょっと大きくなって、大きくなっちゃって、で自分も近くにいたんで、あ、これ俺だと思って、もうこうやってユージオッケーみたいなまさかの仲間を抑えて素晴らしいシュートでしたね。でもあれ、はい、もう思い切ってニヤニヤ。さっきユージさんにも聞いたら、すごく嬉しかったって言ってました、やっぱりゴール決めてくれて。ほぼ、しかも今シーズン初ゴールということで。そうです。いや、お帰りなさい、おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しかったですか。いや、嬉しかったです、ね、いや、良かったですね。久々すぎて喜びもちょっと忘れてました。忘れてました。どんなのあったっけありがとうございます。いや、そしてあのロメロ選手といえば、やっぱりあのゴールを決める前の日とか、その週とか、お子さんがパパ今日ゴール取るよみたいな予言をするって言ってたじゃないですか。あ、はいはいはい、今回はあったんですか、その予言は。今回は、はい、今回はありましたね。ありました、はい、ありました、はい、はい、ありましたね。ちゃんと言ってくれて。それは試合の前の日かな、はい、パパ明日ゴール決めてねって言われて、シールをあげるから。まだシールもらってないんですけど。あ、じゃあぜひロメロ選手のお子さん、お父さんにね、約束のシール渡してあげてください。シール、はい、ナイスゴールでした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、振り返ってもらおうと思うんですが、あ、エース、すいません、来ました、エースです。ロメロ選手、被害者の会のね、被害者の会の何の話ですか。え、何、え、何の話ですか。この間言ってたじゃないですか、ロメーって言ってたじゃないですか。あ、これですか、これ前髪、これ、ね、だいぶ伸びてきましたけど。いやいやいや、だいぶだいぶだいぶね、だいぶじゃないんすか、ね、結構疑問を抱いてて。いや、来た、すごい出して、おお、すごい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 、筋肉マン、すごいね。もうあれだね、ボランチャーのサイドバックになってますね。サイドバックですね、本職ですね素晴らしい。さあ、ということで今来ていただいたのは、16節富山戦ゴールを決めた、福田選手、そして16、17節2試合連続ゴール渡辺選手、来ていただきました。よろしくお願いします。気持ち悪いな、何が気持ち悪い同期としてなんかちょっと気持ち悪いっすね。嘘、気持ち悪い、はい、でも得点で言えばどっちが取ってます。いや、一緒っす、一緒っす。あ、今2点2点あ、そうか、そうか、
お、僕も2点取ってるんで一応。あ、そうかそうか、はい、あれ遠藤選手は1点やだね、あいつは怖いじゃん。そうかそうかそうか。さあということで、まあ、お二方来ていただいたんですけど、まずあの先にね来ていただいた中原選手にちょっとお話を伺おうと思うんですけど、はい、中原選手、はい、3点目素晴らしいゴールでしたけれども、あれはねロメロさんが頑張って頑張ってのゴールでしたけど、9割フランクさんのゴールなんで、フランクさんのゴール、はい、僕もあとちょんって触るだけだったんで。でもあそこ確かにじゃない、でも入ってますよ、ね、いやそう、あそこロメロさんが打つかなと思ったらみんな止まっちゃうじゃないですか。でもあれ走っていってたじゃないですか。あれがやっぱりこう今から飯食いに行くようなあの信頼関係関係すぐそこに。なるほど、関係性という形ですけど、あれ実際でもロメさんに聞きたいんですけど、中原選手が入ってくるの見えてたんですか。いや見えてないです。パーってボールこの辺に打って、はい、キープして、ボールキープして倒れた時にユニフォーム見えたんですよ。おお、あ誰かいると思ってパーって倒れた瞬間プッて出したら、あシュートだね、中原シュート、さすが。そして誰か分かんない、もうユニフォームしか見ない、この辺この辺だ、関節視野で、そうそうそう、あいるなと思って、すげえ。あの場面もでも2対1でしたもんね、相手2人抑えながら、はい、ね、もうだから最近はロメロさんが近くのゴール、相手ゴール近くのスローになったらもうセットプレーなんじゃないかって言われがちで、うん、もうこのままね、あの陣取り合戦みたいに入っていきますから、もうだいぶチャンスになりますからね。そんなゴールしたシーン、あのどうでした、感情としては。今シーズン初ゴールでしたよね。嬉しかったですよ、やっぱり初ゴールだったんで、はい、まあみんなこう取っていくじゃないですか、なかなか取れなかったんで、ああああ、ああ嬉しかったです。なるほど、ありがとうございます、はい、で決めた瞬間いつものあのパフォーマンス、いつものっていうかね、いつものパフォーマンス、自然と自然と、あれ自然なんですか、はい、自然、ああなるほど、はい、で必ずベンチに走っていくんで、ね、そういう思いもやっぱりね、決めたらちゃんとベンチに行きますもんね、はい。さあということで16節17節ゴールを決めてくれたお二方ですけど、じゃまずは渡辺選手からは最後にしましょう。あ、福田選手から、あ僕ですか、はい、ヘディングシュート、はい、山本選手から素晴らしいクロスきましたけど、まああれはもう俊君が9割で僕1割ですね。本当ですか、はい、本当ですか。中原選手が言ったからその流れでじゃなくて 6-4 で、6-4だいぶ変わりました、はい、6、だって難しいですね、あのヘディング意外と。上手かったね、あのセオリー通りしっかり習っ、教科書通りの叩きつけるヘディングで、いやめちゃめちゃ危ない顔で、あんま実際どこに当たった、あんま言えないですけど、どこに当たった、ここら辺に当たって痛かったです、痛かった、はい、いやでもキーパーもねタイミングずらされて見事に入りました、まあ、1点は1点なんで、そうですよね、はい、いやいやありがとうございます、はい、決まった瞬間はもう、あ当たり前だぜみたいな、まあ今シーズン2点目ですかね、まあ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 足りないですけど、まだまだ、はい、目標は何点ですか、ちなみに。2桁、いやちっちゃな声で、あ、大きな声、2桁みたいな、2桁です、わ、はい、かりました、声ちっちゃくする意味わかんない、マイクありますからね、はい、さあそして渡辺選手、はい、すごいミドルが突き刺さりましたけど、まず富山戦の1点目、あれはどうでした、もうでも、あの、まあ、打ってくれっていうパスの、ね、メッセージは ありましたけど、ずっとあのサイドバックで あそこのスペースは狙えってなってて、おう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 、でそれでチームでそれ共有してて、なるほど、やっと形になったかなって感じのゴールでした。あ、今まで積み重ねてきたこう決まり事練習がそあそこで出たなっていう、はい、すごいですよね、だってサイドバックがあそこの真ん中で、俺ボランチだと思ったんですよ最初、俺出したんですよ、はい、はいはい、ロメさんがですよね、はい、そうやって見たらエースって言う、エースに優しい落としして、もうあと決めてくださいって、だからこれもロメさんのおかげですね、はい、シュート君のおかげです、あシュート君のおかげ、はい、シュート君の足、シュート君がフランクさんにワンタッチ入れないと、あそっかそっか、あそこに俺は入れないんで、ああなるほどね、俺もダイレでこいっちゃう、ダイレでして、そうなんですよ、あじゃあこのお二人のおかげと、2-2-6、あ2、一応自分が6なんですね、はい、いやいや、まあ、良かったもんな、まあ、すごいね、当たってるけど、確かに当たってなかった入ってなかったんちゃう、当たってなかった入ってなかったって言われてます、言われてますけど別にいいじゃないですか、まあまあ、ゴールはゴール、ゴールシュート打つから、そうですね、優しいなロベさんね、本当に優しいっす、優しくないっすね、でもあのゴール本当に素晴らしかったで、あそこからね、あの鹿児島また勢いに乗って、そうっすね、行きましたからね、でその翌週福島戦となりましたけど、福島戦でもまさかのまさかの同じような位置から、はい、ね、今度はコントロールショット、はい、足には当てて決めたとは言わせないぞ的なサイドネットに突き刺さるシュートでしたけど、はい、あれも全く同じ構造っていうか、まあボランチユージさんが後ろにいたんで、はい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 、あの自分がシャドウの位置に入るっていうのは、はい、もうみんな分かってることで、はいはい、
それがたまたまボール転がってきたってだけなんですけど。でも板から決めれたわけですもんね。そうですね。シュートに関してはどうでしょう、難しくなかったですか。はい、こう右足やったんで。ですよね。ちょっと難しかったですけど、こう向かってくるのは結構蹴りやすいですけどね、はい、まあでも良いですね、自分の技術ということで。その前に何回か難しいだけど、まあまあ、だからあえてやんあえて、なるほどね、はい、いやいやということで、ね、もうここ2試合でね、全部で5ゴール生まれましたからね、すごい得点力がまた返ってきたねという形ですけど、じゃあ早速、ダーツの方に行きたいんですけど、1個だけすいません、ちょっと時間ないところ申し訳ないんですけど、はい、前髪事件がまだ解決してなくて、前髪被害者の会の、はい、あの代表福田美希人選手、そうですね、はい、もうロメロ選手、ロメロ選手とも言ったの、ロメロに切られたって言ってましたから。いやいやいや、言いました、ロメロ選手、ロメニーって言いました。ロメニーって言いました。ロメーって言ってましたよね。誰に切られたんでしたっけ。ロメー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 流れが悪くてチームの勝てない時期あったじゃないですか。 ありましたね、ちょっと引き分けたり、ありました。やっぱなんかこう変えないといけないです。とりあえずなんかパーマかけてきて、なんか変な髪型にしたからこれはちょっと似合ってない。なるほど。前髪長くて、まあ、前髪が長かったね、オフサイド引っかかったりとか、そういうのも確かに。だから前髪ちょっと出てんじゃねえかなっていう。あ、オフサイドがもうここと繋がってんじゃないかと。そう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 。ああ、なるほど。だからちょっと邪魔かなと思って。確かに切ってからなくなりましたね、オフサイド。言われていればそうなんですけど。そうなんですけど。わかりました。確かに。もういいっすわ、でももう切んないでいいっすわ。だから前髪上げてたんですね。そうそうそう。一ヶ月ぐらいずっとワックスつけてた。3ヶ月経ってもまあ伸びないですからね。だって何人か切ったんですよ、みんな調子良かったんですよ。ああ、なるほど。まあ確かに、ね、ジンとかもそうだし。確かに確かに。でしょ、ほら 今を輝く選手は、ときめき選手はロメル選手に前髪切られた選手、もうマサもそうでしょ、初ゴールで。あ、そっかそっか。もうみんなあ、すごい。ジンも3点も。ロメルさんに切られた人は調子良くなると。どうですか。切られてないです。いや、今から今から要相談で。よう相談、はい、誰、あ、妻に、はい、妻に相談してからまた返信待ってますから、はいはい、よろしくお願いします。いやいや、すごいですね、流れ変えようっつってね。自分が何かするのはよく見ますけど、はい、人の前髪切りに行こうってなかなか思わないですから。まあ結果オーライですね。結果オーライ、はい、はい、ということで前髪切ってほしい方はぜひこちらまで、はい、連絡いただければ、はい、はい、ロメさん切りますんで、流れを変えたいあなたお待ちしてます。はい、インスタのダイレクトDM 待ってます。はい、DM よろしくお願いしますさあ、ということでダーツやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワンゴール夢をお届けプロジェクトとは、リーグ戦でゴールが決まるとワンゴールにつき5球のサッカーボールを、ダーツが当たった鹿児島県内の小学校または施設に寄贈させていただくという夢プロジェクトです。さあ、ということで、これから行き先ダーツで決めていきたいと思うんですけれども、今ね、順番を決めていただいたら一番手はね、渡辺選手という形になりましたけれども、さあ、狙いとしてはどこ行きましょうか。スペシャル、スペシャル2つ持ってますけどね、2球投げれますから、はい、はい、スペシャルとスペシャル、スペシャルとスペシャルということで、じゃあ投げていただきましょう。え、どうするんですか。2個一気に投げるんですか、はい、初めてのパターン。これかお前に投げながら、いや、いいっすよ。さあ、ということで初めてのパターン、両手で、2点分投げるという贅沢な投げ方をします渡辺選手。それでは渡辺選手、スペシャル狙ってお願いします。おー、すごいね。瀬戸内町と泉市決定です。下手したらこれスペシャル2個いってましたね。うまくないね、結構すごい。初めてです。どうでした、ささ投げてみた感じは。どんな気分ですか今。なんとも言えないです。なんとも言えないです、はい一言欲しかったですねありがとうございました。すいません、ありがとうございます。じゃあ次は誰が投げます。はい、順番じゃあ行きましょうか。エース見せれ。この間ので肩鳴らしてるんで。すいません、噛んでますけど大丈夫ですか。この間ので肩鳴らししてるんで。大丈夫ですか。もういけるっすね。緊張感もないですか。緊張感も全然ないですか。スペシャル、一応これは刺さったまま投げてみましょうか。スペシャル狙いということで。前髪いきますよ。おい、さあ、それはないだろう。スペシャルいかなかったら、ロメさんに前髪いかれます。さあ、震えてる震えてる、めっちゃ震えてる。
さあ福田選手スペシャル狙いお願いします。よっしゃー、狙い通り。タルミズタルミズ氏となりました。さあこの時点で前髪決定ということで、いや楽しみにしてください。楽しみにしていてください。狙い通りです、狙い通りですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあお次、ロメロ選手。ロメロさん、今シーズン初ゴールの分投げていただきましょうか。狙いどうしましょう。あ、卵欲しいな。セミ卵高いから。確かに卵ね、ちょっと値段上がってますけど。枠外はやめて。卵高いから。枠外はやめてよ。さあ、ロメロ選手、スペシャルもしくは卵狙いということで。さあ、それでは。お、危ない。ちょっと卵じゃないですか、僕。卵じゃないです。危ないです。形的には似てますけど。やめてください。さあ、ということで。行かれる前髪、僕ありませんからね。はい、それでは。無視ですか。はい。さあ、ロメロ選手、お願いします。3度目の正直。いや、西の表市決定です。いや、ちょっと違いました。まあでも、まあね、西の表の子供です、はい、種子島ですから。はい、届きますから。種子島、うん、芸能人もサーフィンしに行ったりしますからね、種子島。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、じゃあ最後、はい、来ました、はい、大鳥中原選手、はい、どこ狙いはどうします。アクネ、さすが観光大使してるだけあって、地元愛にあふれ、アクネはこれだね、ここですね。さあ、それではアクネ氏狙い、中原選手、お願いします。やべ、あ、どっちだこれ。上だな、しぶし氏、おめでとうございます。そう、しぶしは初になりますかね。はい、じゃあこのまま抽選をやっていきましょう。お願いします。さあ、ということで抽選やっていきたいと思います。それじゃあ1枚ずつ引いていただいて、はい、じゃあその残った分僕はいただきましょうか。はい、取ってください。さあ、選ばれました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、今1枚に絞っていただきましたので、じゃあ中原選手の方から、まずは渋獅子、どこでしょうか。お願いします。伊崎田小学校、おめでとうございます。さあ、そして、渡辺選手、まずはどっちかわかんないですけど、はい、どことどこって言ってもらえれば。あ、よく知ってる。あ、さすがね。じゃあ、見せていただきます。まず泉はどちら。野田小学校です。野田小学校、はい。そして瀬戸内はよろ小学校です。よろ小学校、野田小学校、よろ小学校ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、そして福田選手、はい、樽水ということで、どこ小学校でしょうか。はい、松ヶ崎小学校です。松ヶ崎小学校、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、そしてラスト、ロメロ選手、お願いします。どうぞ。はい、上西小学校です。上西小学校、おめでとうございます。すごいですね、もうこれで1人5球ですからね。今回25球のボールがもう届けられますから、本当にありがとうございました。ナイスゴールでした。何ですか、渡辺選手との僕をバカにしたような顔は。いや、別にうるさいなこいつみたいな。何ですか。はい、ということで、これからですね、じゃあ各小学校の子どもたちにメッセージをもらいたいと思います。松ヶ崎小学校の皆さん、ボールを5球お届けします。このボールでヘディング練習いっぱいしてください。ホーム戦お待ちしてます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。野田小学校の皆さん、与呂小学校の皆さん、僕のゴールでボールを5球届けることができます。ボールを使ってたくさん遊んでください。上西小学校の皆さん、僕のゴールで5球届きます。このボール使ってみんなで楽しんでください。よろしくお願いします。ホームで待ってます。 ありがとうございます。もう最後のこう一言つけるあたりがね、さすがロメロ選手。伊崎田小学校の皆さん、僕のゴールでボールを5球届けることができました。仲良くみんなで5球使って遊んでください。
次のゴールも取れるように頑張ります。はい、ありがとうございます。さあ、素晴らしいコメントでしたね。はい、さあということで、じゃあエンディングとなりますけれども、じゃあいつもはね、座右の銘言ってもらって最後、さよならという形なんですけど、今日はちょっと変えようかなと思って、何かありますか、いいのが。僕ですか。うん、もう座右の銘お聞きしたんで。好きなサッカー選手。あ、いいですね。好きなサッカー選手、はい、もしくは憧れのサッカー選手。憧れのサッカー選手いいですね。はい、じゃあ結構気になりますね。これロメさんとか気になります。います。いる。はい、全然います。います。じゃあ最後は、憧れのサッカー選手、好きなサッカー選手をお聞きしたいと思います。じゃあロメロ選手から。アルゼンチンのマラドーナです。あ、マラドーナ。もう昔からちっちゃい時から。昔からもうずーっと言ってますけど。ぽいっすもんね。若干あのパワーの部分は。そうです。はい。でもめっちゃ好きだった。ええー。ずーっとちっちゃい。マラドーナ。ありがとうございます。はい、ロメさんマラドーナ。そして、福田美希人選手は。もうフランクさんですね、やっぱり。はい、今さ、もうここまで三笘の実が出てたのに俺言えって言われてよ。すぐ、ね、帰るじゃん。フランクさんです、フランクさんです。本当に、はい、どの辺がですか。すいません、三笘選手で。すいません、はい、本当のところ。はい、はい、三笘選手、まあ、一択でもう見たままですね。最近のプレードリブルもキレッキレですし、持ったら仕掛ける。まだまだです。まだまだ、はい、研究します、もっと。いや、素晴らしい。これからに注目ですね、さらに。はい、ありがとうございます。さあ、渡辺選手、気になるところですね。さあ、誰でしょうか、お願いします。エンゴロカンテ選手です。言ってましたね、そういえば、はい、前回の動画でも。なんでエンゴロカンテ選手。いや、あそこまでやっぱ似てる。似てます。似てる。雰囲気からね。雰囲気から似せてますって。ま、あ、似せてる。似せてます。なるほどなるほど。それで結構筋トレもしてらっしゃって。いや、それは関係ないです。あ、関係ない、すいません。失礼しました。はい、じゃあエンゴロカンテ選手、見たことない方は一回見ていただいて、渡辺選手見てもらったら、はい、まんまと。まんます。おー、ありがとうございます。子供たちもね、見てもらえるよ。まあ、知ってる選手、知ってる人もたくさんいるかもしれない。はい、さあ、そして中原選手、聞いたことなかったですね、そういえば。じゃあ憧れ、好きな選手、憧れ、 憧れの選手は遠藤康人選手です。おー、鹿児島の秘宝、はい、ベテラン、今でも元気になってますから、はい、ああいう選手になりたいと。なりたいです。ちょっと近いもの感じますけどね。ちょっとプレースタイル違いますけど、はい、ああいうパスセンスとかはやっぱり憧れます。いや、ありがとうございます。ということで、いや、この選手たちの憧れの選手、なかなか聞く機会なかったので新鮮だなっていう。いや、マラドーナいいっすね。僕も見てました、憧れてましたし、目指してました。はい、ありがとうございます。さあ、ということで今回のワンゴール夢を届けプロジェクト、富山戦、福島戦のゴールを皆さんに振り返って投げていただきました。じゃあまた次の試合からも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回会いましょう。さあ、ということで、こちらの選手に来ていただいたということは、前回のね、ワンゴール夢を届けプロジェクトの撮影の際にスペシャルに当てていただきましたので、お礼の、はい、お約束のものを持ってきましたので、木村選手、産み立てだよ、ほやほやだよ。これまず卵、ありがとうございます。みんなはね、この間5個だったんですけど、個人的にうるさいな、田上って、あのちょっと、はい、声張ってるわ。マイクつけてるからあんまり張ると割れちゃうからね。お前が張るのは怖い。確かに。ありがとうございます。ということで、はい、卵、はい、あー、ありがたいですね。5個、はい、持ってきましたので、はい、いや、さすがカメラ慣れしてらっしゃる木村選手、その辺もベテランという。で、これちょっと鳥刺しはちょっと今回は、はい、この練習場の近くの弓刺し精肉店というところ、はい、マジですか。そこの鳥刺し美味しいということで、はい、あの今日買ってこさせていただきました、はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、ちょっとだけお話聞いていいですか。はい、前回の福島戦、あ、福島戦、はい、はい、福島戦なんですけど、ロメロさんがゴール決めた時、あれ俺打とうかなと思ってらっしゃらなかったですか。まあ、大きい声じゃ言えないですけどね、はい、ここだけの話、僕行けました。行けましたよね。でも横から新幹線というかダンプカーが走ってきて、思わず引かれそうになって、熱いオーラがもう、もう右を通り過ぎたんででしたよね。そしたらもう入ったんだよ、もうボールが。ああいう時ってあーとかなる方か、よっしゃって喜ぶ方なのか。いや、めちゃくちゃ嬉しかった。あ、やっぱり。いや、さすがね、寛大な心を持ったベテラン木村選手、引き続き活躍期待しますね、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、おめでとうございます。また撮ります。
そこで落ち着かせています。ゴールの前だ。ヘディング叩きつけた。2点。山本からのクロス。最後は福田のヘディング。先制ゴールを奪っていきました。ホームの鹿児島。